若手イケメン俳優として映画、ドラマに引っ張りだこの横浜流星さん。主演を務めた映画、マナ歌から約束の泣く人では、普通の青年トールを演じ、TBS 火曜、ドラマ、初めて恋をした日に読む話、1月15日火曜日、夜10時スタートでは東大を目指す不良高校生、百合正平役で、深田恭子さん演じる晴海純子の恋の相手役に、2019年も大活躍の横浜さんに、ナッシュでは単独インタビューを行いました。前後編でお届けします。前編のインタビューでは火曜、ドラマ、初めて恋をした日に読む話、通称、初恋にかける意気込み、今回が初共演となる、深田恭子さんの印象について語ってもらいました。漫画からそのまま飛び出してきた、と思うほど、原作のキャラクターにそっくりな横浜さんのビジュアルも必見です。9、恋のお相手役である深田さんの印象はいかがですか。横浜流星以下横浜深田さんは癒しのパワーがすごくて、そこにいるだけで現場の空気が温かくなるんです。しかも年下の自分にきょんちゃんと呼んでと言ってくださって、僕なんかが深田さんをそんな気軽に呼んでいいものなのかと恐れ多い気持ちになります。かっこ笑い。あといい意味で声が特徴的だね、髪型も漫画のきょうひょうくんにそっくりだねと言われたのも印象に残っています。9、深田さんのおっしゃる通り、漫画の兄弟らを再現したピンクヘアがとってもお似合いです。横浜、ありがとうございます。この髪色もようやく慣れてきました。最初、髪をピンクに染めると聞いた時は、不安もありましたが、いざピンクヘアにしてみると、周りの反応も結構良くて安心しました。9、人生初のピンクヘアになって気づいたことはありますか？横浜、この髪色にするために4回ブリーチして、今でも5日に1回は染めているんです。派手髪色を維持するには、こんなハードなことをしなきゃいけないのかと勉強になりました。まあでもピンクヘアは、今だけの期間限定ってことで楽しんでおきます。かっこ笑い。9、兄弟らを演じる上で、彼のトレードマークである髪色は大事なポイントですよね。横浜、そうなんです。ピンクヘアであることはすごく大事で、少しでも原作に寄せられるようにと、スタッフさんたちも試行錯誤してくださいました。ブリーチを何度も繰り返したおかげで頭皮に負担もかかりましたが、かっこ笑い、原作の画に近づけたみたいなのでよかったなと。共演者の永山、綾人さんからは、頭皮の心配をされていますが、かっこ笑い。9、兄弟らは東大を目指す不良高校生という役どころですが、横浜さんの中にやんちゃな部分はあるんですか？横浜、中高生の頃はちょっとやんちゃなこともしてきたので、当時の気持ちを思い出しながら演じています。かっこ笑い。だから兄弟らに共感できる部分も結構あるんですよ。例えば親に反抗してみたり、人前で怒鳴ったり、純子に、クソババア、と言ったり。実際に、そんな暴言は吐いたりはしていないですけど、中高生の頃ってなぜか、俺って無敵、と勘違いしていて、周りの目なんて全然気にしていませんでした。9、おまけにプライベートでは、空手の上級者ですしね。かっこ笑い。横浜、確かに空手で普段から鍛えていたせいもあって、誰も俺には勝てないっしょ、くらいの気持ちだったんだと思います。もちろん人に手を出したことなんてないですけど、今思うとそれだけで、なんであんな強がっていたのか謎です。かっこ笑い。9、それでは最後に、ドラマの見どころについてお聞かせください。横浜、純子が、
タイプの違う3人の男性からアプローチされるので、その様子を自分目線で置き換えてみるとすごくドキドキするんじゃないのかなと思います。あと、純子と兄弟らが東大受験に向けて一生懸命頑張っていくのも見どころなので、その姿を見守ってくれたら嬉しいです。TBS 火曜ドラマ初めて恋をした日に読む話は1月15日火曜日夜10時より放送です。後編インタビューでは映画マナウタから約束の泣く人1月23日頃掲載予定についてたっぷりとお話しいただいています。ぜひお楽しみに。